はい、こちらもねやっていきたいと思います。続きからっていうのがあったんで、初見プレイの動画の続きからやって、これもう1回クリア戦レベル 5? あれ?やばい、レベル5までクリアしなあかんかもしれん。ちょっとどっちやったかな、多分レベル5までクリアしないと 100% には近づかないらしいです。ここまだ途中だからさ、すっげえ長いよな。昨日も疲れてたらやる気ないけど、まあ今日はいいかな。ちょっとこれ長い動画になるやろね、きっとね。すいません、もう話すことないんで早送りしてください。話すことあるわ。これカービィじゃないです。すごいやりやすいですよ。プープープーの後の、あれ、早いね、こっちの方が。やりやすいし、強いし、回復はでもないんだな、これなんか。強い分やりやすい。あとピース探さなくていいと思うし、多分。あ、下にあったね。ピース取りながら行った方がいいかな、でもね。あればね。これタイムアタックなんじゃないでしょ?概念がよくわかんないですけど、何が。このリンクが強くて好きですわ。あれ?ない。なくてももう気にしつつ行きましょう。クリアせんことには。レベル5まで一気にやれたらやってみますけどね。どんな、何時間かかるんでしょう。時間は、大切。ですけど 100% も大切です。 100% いった人いるんかな、世の中には。いないやろな、またな。これしかできないです、下手くそなんで。吸い込みが慣れない分、吸い込みがないこのキャラの方がやりやすいから、サービスじゃなくていいです。僕は星の○○○○って言います。あー、危ない。取るとこやった。取れるんかな、星のゼルダって言ってんのに。ちょっと耐えますね。ほら、星の○○○○レベル1って書いてあるけど、星のゼルダとは言ってくれない。右に絵があったね。だから星のこれを選んでるんですけれども、ソード、あ、じゃあブレイドナイト、星のブレイドナイトっていうのを選んでるんですけどね。これなんか覚えてる。今度はってクリアするって言うの。すげえ、なんかスマブラっぽい動きが、スマブラ作った人が作ったっぽい。スマブラ楽しみですよね。ねえ、また竜って言ってほしいけど、竜難しすぎるな、使い方が。それは昨日さ、そのプロフェッショナルで梅原見たんやけど、梅原ってスマブラ弱いんやろな。それが面白いと思う。いや、スマブラ強いか。でもマリオカービィ弱いんやろな。面白い、強いよ。これすごいさ、小学校の時とかさ、中学校の時とかさ、高校の時とかさ、大学の時とかさ、暇な時間全部ゲームをただただしていた。動画も撮らず、別に何の稼ぎもなく、ただただ時間が余ってやっていた頃に、これを出会ってたら、やりたいでしょうな、これは。と思います。取れるんかと思ったよ、あのハート。あれ?回復、一応そこでは回復するって昨日も言ったかもしれんけど、回復は一応最後はするって言っても、途中でこう果物が出てこないんで、ケーキか。出ててよ。絶対にいいかよね。溜めて回せるから。
ならなんか攻撃してる感じがするわ。下へとか無理。あ、レベル1これでクリアなんや。なるほど。じゃあ昨日本当に初見のどうでもいい動画でしたね。すいません。じゃあ2、3、4、5って全部一気にやっていきます。すいません。ってことは、50分かかるやん。やべ。やばいやばいやばい。50分動画になるか？別々にしよっか動画。どうしよう。別々にするわ。2、レベル2。ちょっと待って、これで一回、次のレベル A の前にタイトルに戻って、一つのキャラで一回クリアすればいいはずなんですよね。ちょっとパーセント上がったか、81% やったんで、83になってますね。これいい感じよね。だからこの調子でいくと、あと8上がるから。OK。